はい。スモールビジネス特化の学びは、この部屋のおじまです。今日は Facebook 広告のね、まあ、ビジネスマネージャーから入って広告マネージャーに来ましたけれども、ここからキャンペーンを作成していく方法について見ていきます。非常にステップは簡単です。2つ種類があるんですけれども、やり方ですね。やり方2つあります。キャンペーンを作成というプラスのマークを押してもいいですし、右上の広告を作成、どちらからでも進めます。 今日はね、キャンペーンを作成から決めていきたいと思います。こちらをクリックすると、これがね、今までの手順ですけども、こういった形で出てくるわけですね。こういった形で出てきます。おすすめ、最初ね、導入のところは、外部へのエクスウェブサイトへのアクセス数をまず増やしたい。広告を見ていただいて、飛んでもらう、ランディングページに飛んでもらうとか、ブログに飛んでもらうとかっていう、いずれにせよ、外部のね、サイトに飛んでもらうウェブサイトのアクセスを増やすと。 この目的のパターンがね、多い。こういった目的で Facebook 広告を利用される方多いと思いますので、まずはこちらからやっていきますね。アクセス数を,スをクリックすると、広告のキャンペーン名というのが出てきますので、ここを、広告のキャンペーン名というのは、ね、企画名とかプロジェクト名とか商品名が主だと思いますので、例えばね、まあ、これはね、外部には見えませんので、なんかのね、プロジェクトということで。FB セミナープロジェクトっていうね、次へと。 押します,でです、ね、ここでキャンペーンというのが作成されました。ということですねで。広告セットの話になってくるわけですけども、もう一度やりますね。もう一度やります。キャンペーンのところ、もう一回戻っていただくと、復習ですね。キャンペーンとここに出てますので、今はキャンペーンをやっているんだということですよね。で目的はこちらを選ぶで。広告セット名というのを選ぶ。次へと押すと、広告セットに入ったということが分かりますよね。 このね、縦で見ていくと流れが分かりますので、広告セットと。で、キャンペーンっていうのはここ。ですので、これでキャンペーンの作成が終了ということになります。